ケインズの評価はなぜ時代によって180度変わるのか。実はそれは題名の一般という部分に関係しています。まずは本書で彼が本当に言ったことをきちんと伝えれば、議論もずっと生産的になるはずです。ケインズの評価はなぜ時代によって180度変わるのか。どうもこんにちは。見て聞くだけでわかる経済ニュース、トヨケザオンライン YouTube チャンネル、本日のリポーターを務めますトヨケザオンライン編集部長の竹政秀明です。今日はケインズの評価はなぜ時代によって180度変わるのかというテーマでお送りします。経済学史上で最も重要で影響力の大きい本といわれる一般理論を現代的な意義に絞ってエッセンスを凝縮した書籍で、翻訳者山形博夫さんの著書跳躍ケインズ一般理論から、ケインズの評価が変わる理由について解き明かしていきます。さて皆さんはケインズは蘇ったとか、ケインズは死んだというように正反対の評価を聞いたことはありませんか？一体どっちなんだよと思いますよね。でもそれぞれ理由があります。まずケインズは蘇ったと言われる理由ですが、世界経済が崩壊しかけた時、それに対する唯一の有効な処方箋を提供できたのがケインズ経済学だったのです。金融危機をネタにケインズ復活を告げる本がたくさん出されました。ただどれも大体初代仮面ライダーみたいに同じストーリーになってるんですね。こんな感じです。悪の秘密結社新自由主義とそれを操る首領の金融資本家ウォール街が妖怪レーガンと魔女サッチャーを手先として、それまで世界を守ってきた素晴らしい公的な保護や規制の仕組みを次々解体、私利私欲を追求して弱者を好き勝手に蹂躙して、その挙句に世界金融危機が起こり世界経済は崩壊寸前、そこへ正義の味方たる仮面ライダーことケインズの政策がやってきて世界を崖っぷちから救う。ついでに悪の秘密結社がこれまでやってきた悪行も、実はライダーケインズがずっと警告してきたことなのに、人々は愚かにもその警告に耳を貸さなかった。だが今こそケインズの正しさが明らかとなりました。だからみんなこれからは再びケインズの教えを学んで正しい経済の在り方を実現しましょう。いかがだったでしょうか。もちろん実際に書かれているのはもっと真面目でしっかりした話なんですね。それが決して間違っているわけではないんです。でもちょっと正義のヒーロー扱いしすぎな感じですよね。一方でケインズを相変わらず悪者扱いする本だと、今でもケインズ経済学は再び人々の自由を奪いたい巨大政府と中央銀行の悪魔の理論扱いです。これ以外にもケインズ経済学といえば、無駄な公共事業に対しケインズは無駄な公共事業をしろなんて言っていないと、これまた全く違うことが言われています。こうした正反対の評価がなぜ生まれてしまったのか、初心者向けにこのあたりの混乱を整理し、同時になぜ分かりにくいのか、ケインズのユーモアや嫌味も含めて味わってもらうのが今回の跳躍の狙いです。ここでケインズ経済学をおさらいしておきましょう。それまでの経済学は基本的には物やサービスの需要と供給が市場での価格を通じて調整されるという話でした。でもケインズ経済学はそれだけでは不十分だと指摘しました。雇用の相当部分は投資の代償で決まります。そしてお金の利子より収益率の低い投資は行われません。だから経済の雇用イコール需要が利子というものを通じてお金の市場により決まってしまうというのが一般理論の基礎です。だからこそ雇用利子お金の一般理論ということになります。今は公共投資で雇用を作れとか、景気を刺激するために金利を下げろとかいう話はほとんど常識になっていますよね。でもこの理屈の評価がなぜ激変するのか、実はそれは題名の一般という部分に関係しています。ケインズは失業があるのが当然イコール一般の状態で、それ以外は特殊だと主張してこの題名をつけました。それを疑問視する人は失業がない方が普通だと考え、ケインズこそ特殊だと述べました。さて実際の経済を見た時どっちが妥当でしょうか。その評価次第でケインズ理論の評価が全く変わってしまうということなのです。今コロナ対策が長引き経済対策がさらに必要となる中で、
今後またケインズ的な公共支出の是非の話は確実に出てきます。ケインズ政策が完全に正しいかはいろいろ判断もあるでしょう。でもまずは本書で彼が本当に言ったことをきちんと押さえれば議論もずっと生産的になるはずです。ということで今日はケインズの評価はなぜ時代によって180度変わるのかというテーマでお送りいたしました。ぜひコメントといいねボタンをお願いします。スタッフも全部目を通しております。そしてもっと詳しい内容をお知りになりたい方は東洋経済新報社から発売されている超訳ケインズ一般理論を概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。